大家好，这里是猫记，今天呢要回来玩尼尔员工生命。那这次呢就要去海岸镇了，那还好我没有先去，因为我有去看一下说之前玩的过程。那如果去海岸镇的话，会有新的剧情。那还好我没有先去，因为希望说能把它都录在同一集里面，这样感觉会比较完整一些。那今天呢，就只能徒步前进了，没办法坐船去了。やれやれ、こんな濃い霧が出たのは初めてだな。なんだ、あれ。先存档再过去，刚才那一幕有一种恐怖片的感觉。啊，对，忘记把我的，等一下啊，先返回标题画面一下，因为我私底下在刷材料，要把难度调成 hard，还要把它调回那个 normal。不然我这样子会打得很辛苦啊。私の人生は終わりよ。どうしたんですか？あなた方は船頭の夫がお世話になっている。一応聞いておくが、一体何があったのだ？実は夫とまた喧嘩しちゃって、夫が家出を。どうせそんなことだろうと思ったぞ。でも夫が悪いのよ。私が大切に取っておいたリンゴを10個も食べちゃうんだから。それはすごいですね。私も言い過ぎたけど、でもまさか1週間も帰ってこないなんて。わかりました。俺たちが探すのを手伝いますから。よろしくお願いします。私を一人にするなんて、帰ってきたらきつく言って聞かせないと地獄を見せてやる。それが帰ってこない原因なのではないか。老婆太可怕、他不敢回家。
那大家等我一下下哦。結局巻き込まれたな。以前のように酒場で聞き込みをしてみるか。こんにちは。赤いカバンの男を探しているんです。心当たりはないですか？なーに、あの夫婦また喧嘩でもしたの？実は旦那さんが家出したみたいで。よくあることなんですか？今じゃ嵐の喧嘩夫婦なんて言われて町の名物だからね。旦那さんは図書館のある村の出身だからそっちに帰ってるのかも。確かお兄さんが村の衛兵だって聞いたような。わかりました。話を聞きに行ってみます。旦那さんのお兄さんは図書館のある村の衛兵だって聞いたような。行ってみたらどう？あなたよく見るとなかなかハンサムね。一緒に飲んでいかない？え、いえ、結構です。こんな大きな船が座礁するなんて。なんだ？おい、誰かいるのか？関？町の子供か？どこにいるんだ？こんなところに子供が。でも見ない顔だな。もしかして君はこの船に乗っていた子かい？大丈夫、そんなに怖がらなくていいよ。まさかあの喧嘩夫婦が町の名物になっていようとは。驚いたな。でもなんとなくわかるよ。あの喧嘩っぷりからは元気をもらえる気がする。正気か？我はげんなりするが。体調はどうだい？咳は収まったみたいだな。ほら、今日はパンを持ってきたぞ。おいおい、大丈夫か？お腹が空いてたんだな。誰も取らないからゆっくり食べるといい。なあ、お前はこの船で。いや、いつまでもお前のままだと呼びにくいよな。名前はなんて言うんだ？待っていちゃ何もわからないよ。困ったな。そうだな、ルイーゼ。
ルイーゼなんてどうだ。私の思いつきだが嫌かな。一応喜んでくれているのかな。よかったよルイーゼ。そういえば前に奥さんが家出した時も南平原を探したな。そうであったか。あれからいろいろなことが変わってしまったけど、あの夫婦みたいに変わらないものがあるってことがなんだか嬉しく感じるよ。あの夫婦はもっと成長すべきだと我は思うかな。こんにちは。何か用かい？海岸の町にいた赤いカバンの男、水路の船頭がどこに行ったか知らないか？家族だと聞いたんだが。ああ、あいつなら俺の弟だよ。しばらくこっちには帰ってきてないが。今どこにいるのだその弟は？知らないな、最近会ってないし。そうか。ああ、でも弟は船で手紙を運んでるって言ってたから、郵便局の人が知ってるかも。郵便局か。海岸の町の配達員から話を聞けそうだ。やれやれ、また戻るのか。弟に会ったらたまには実家に帰ってこいと伝えてくれないか。男一人を探すためにこれほど往復する羽目になろうとはな。たまにはこういう人助けもいいじゃないか。嵐の前の静けさでないことを祈っておるぞ。そういえばお前は手紙を書いたことがあるのか？あるけど書くのは苦手だな。なんて書けばいいのかすごく悩むんだよ。愚か。手紙など己の魂の叫びをひたすら紙に叩きつけるだけの行為だという。わかったわかった。こんにちは、ルイーゼ。あれ？その赤いカバン、どうしたんだ？船の中で見つけたのか。そういうお年頃なのかな。ちょうどいい。今日はパンの代わりに、こんなものを持ってきたんだ。リボンだ。女の子が髪に結ぶものだよ。どれ、結んでやろう。ほら、できたぞ。似合ってるじゃないか。そこに落ちてるのは。それで自分の姿を見てみるといい。そこの明るい場所なら見やすいだろう。なんだ、嫌なのか。そうか、日の光。暗い場所に長い時間いたから
目が弱ってるのかもしれないな。ずっとここにいさせるわけにもいかないか。ああ、いつかここを出て一緒に海を見れたらいいな。这里呢，他刚才邮差先生跟路易斯约好说，有一天可以出去外面看看海。那我觉得就跟小 P 还有克雷欧一样啊，他们也是约好了，总有一天可以去外面的世界看一看。但这个愿望呢，始终，虽然最后 P 珊珊有出去，但是没办法和克雷欧实现。就跟邮差一样，因为邮差他可以自由出入，那克里斯他毕竟是魔物，所以他就没有办法和邮差先生一起看。虽然说最后被我们主角杀死之后有看一点大海啦，那也是蛮悲伤的。あれ？配達員さんじゃないんですね。そうなんだよ、荷物を取りに来ただけだったんだが、留守番を頼まれてな。君も荷物の受け取りかい？いえ、家出した喧嘩夫婦の旦那さんを探してるんです。何か知りませんか？悪いけど俺は力にはなれそうにないな。そういや仕事仲間も娘が家出したまま帰ってこないって心配してたな。家出で行方不明になった者が二人、偶然であろうか。その子の行き先に心当たりは？そうだね、もしかしたら町の入り江に漂着した難破船に行ったのかもしれないな。かなり大きな船でね、町の子供たちが興味津々なんだよ。町の子供たちには入り江に近づかないよう言い聞かせているんだが。やあルイーゼ、今日の分の食べ物だぞ。どうした？お腹は空いていないのか？そっか、最近あまり食べていないが大丈夫か？よし、じゃあこれはどうかな。ごめんごめん、これは歌というものだ。好きな歌を口ずさむだけで元気になれるぞ。歌は辛い人生をやり過ごす知恵さ。だから私は好きなんだ。下手だけどな。声が荒れているな。無理をするなよ。でもうまいうまい。この町の灯台に知り合いが住んでいたんだ。もう亡くなったがね。その人がこの歌をよく口ずさんでいたんだよ。手紙を配達しに何度も通ったから耳に残ってしまってね。ずいぶん昔の話だよ。もしかして
元気づけようとしてくれているのか。優しいな、ルイーゼは。奇妙な魔力を感じるな。お前も気づいたか、カイネ。ああ、これは魔物なのか。お前らしくもない。考えるより言ってみたらどうだ。カイネさん、どうかしましたか。いや、海岸の町から魔物のような気配を感じたんだ。町の中に魔物が。ナンパ船か。調べた方が良さそうだ。ああ、入り江に行ってみよう。どこから来たのか。カイネ、エミール。私を一人にするなんて。帰ってきたらきつく言って聞かせないと、地獄を見せてやる。それが帰ってこない原因なのではないか。どうしたんだ、二人が街の中に入ってくるなんて。急にすみません。カイネさんがこの辺りから異様な気配を感じたみたいなんです。異様な気配？魔物か。ああ、この先から音がする。だがやはりはっきりとはしないがな。下着女の唯一と言っていい特任がそのありさまか。カイネ、どうかしたのか。いや、何でもない。さっさと行くぞ。どうにかしてナンパ船の中に入れないかな。これだけ朽ちているのだ。どこかに穴でも開いているのではないか。穴が木の板で塞がれているな。これを溶かせば中に入れそうだ。カイネさんが感じた気配が気になります。しっかり準備してから入りましょう。そういえば、手紙は書けたんか。お名前、書き方を教えてやっただろう。まだか。まあ、焦って書く必要はないさ。それにしても、私も随分と懐かれたものだ。初めて会った時は、何を考えているのかもわからなかったのにな。まあ、いろいろ考えたんだが。うちに来ないか。娘ができるのも悪くない。そうか。嫌だよな。残念だが仕方ない。なんだ、床が濡れて。これは血？まさか。
ヤバい匂いが近づいてるじゃないか、カイネ。お前も気づいてるんじゃないのか、この匂いにどんな意味があるか。この船、至る所が腐りかけておるな。むやみに暴れるでないぞ、下着女。ああ。カイネ、本当に大丈夫なのか。あまり無理をしないでくださいね。そうだ、僕たちは船の外から探索しませんか。外の空気も吸えますしね、カイネさん。そうだな、そうさせてもらおう。エミール、カイネを頼んだぞ。はい、さあ行きましょう、カイネさん。薄暗いな、ここに町の人たちがいるとは思えないが。他に手がかりがないのだ。探してみるしかあるまい。船の中で行方不明になった者たちの手がかりを探すのだ。外からの光が届いていないのか。この暗さでは部屋の中を調べるのは無理そうだな。おい、そこに転がっているのはランタンではないか。油が残ってる。まだ使えそうだな。鍵がなければ先には進めぬな。どこかに鍵がないか探してみるか。今女の子が。我も見たぞ。いつの間に後ろに。郵便局で話を聞いた家出娘かもしれん。連れ戻した方が良さそうだ。誰もいないぞ。おかしいな、幽霊でも見たみたいだ。バカなことを抜かすでない。どこかに抜け穴でもあるに違いない。この船は一体。難破当時のことを知る手がかりが船内に残っているかもな。この先はかなり暗そうだな。先ほど拾ったランタンを使って進むしかあるまい。これはリンゴが落ちてる。少し傷んでるが最近のものみたいだ。おそらくカバンの船頭が落としたものである。夫婦喧嘩のほとぼりが冷めるまで船に隠れるつもりだったのか。まったく世話の焼けることだ。ともかく奥を探してみよう。もっと奥を捜索するぞ。今の音は何なんだ。上の階から聞こえたな。樽が倒れてる。中身の白い粉は小麦粉か。入り口で見た娘が倒したのだろうか。おい、床を見ろ。娘が通った痕跡が白く残っておる。これをたどれば
娘の居場所に行き着くかもしれん。分厚い本が置いてあるのは何だろう。公開日誌のようだな。中を見てみるか。船の進路、天候、流行記録。大型の船だけあって事細かに記録されているが、だがある日を境に突然記録が途切れておる。この船で一体何が起きたんだ。壁の白い手形はこの扉の方に続いているようだが、おかしいな。あの子はここを通ったはずなのに、どうして鍵が。まさか本当に。幽霊などを馬鹿げておる。鍵をかけ直したに違いない。まだ何も言ってないだろう。どちらにせよ先に進むためには鍵を見つけないとな。机に手帳が置いてある。文字と数字がびっしり書かれているな。船で扱っていた商品の記録のようだ。どれどれ、どうやらこの船は人身売買を行う商船だったらしい。奇妙なこと。人を売り物にしてたってことか。そうだ、かなりの儲けを出していたようだな。同じ人間なのにどうしてそんなことを。わかりたくもない。愚かな人間はどこにでもいるということだ。鼻の方から隙間風を感じるな。おい、この白い紙、スイッチのように動かせるぞ。渋谷か。大きな箱だな。金銀財宝でも入っていたか。いや、鉄でできた道具がいくつも入ってる。それは拷問器具か。ここで行われていたこと、想像したくもないな。出口が壁で塞がれてる。何か文字が書いてあるみたいだけど。血文字か。かすれて消えかかっているが、ここから出してと書かれているようだ。ここは人間を幽閉するための部屋だったのだろう。そんな。外の通路にあった棚をどかせばここを通れそうだ。この棚が隠し部屋の出口を塞いでいるようだ。動かせるのか。やってみよう。魔物はいないみたいだな。好都合だ。早く町の者たちを見つけるぞ。この船、知らぬ方がいい秘密が隠されていそうだぞ。
白い痕跡が続いているのはここまでのようだな。何か聞こえてくるぞ。音が止んだな。女の子の声にも聞こえたけど。これは電声管か。管を通して離れた場所に声を届けるための道具だ。管がつながっている別の部屋にあの女の子がいるってことか。待て、壁に船内図が貼ってあるぞ。どうやらこの管は船尾にある船室とつながっているようだな。もっと奥に進めばいいんだな。行こう。ランタンのおかげで随分と奥まで進めたな。そうだな。それにこの明かりを見ているとなぜか安心するんだ。お前がそんなロマンチストだったとはな。この場所はもう探索を終えたはずだ。先に進むぞ。これは日記みたいだな。読んでみよう。船が化け物に襲われたと書いてある。化け物が他の船員たちを殺し回っている中、日記を書いた船員はこの部屋に身を隠していたみたいだ。これは事実なのか。わからん。化け物とは魔物のことだろうか。まだ日記の続きがあるの。他の船員たちの悲鳴が止んでからは、化け物の足音が聞こえるたびに息を殺す。この船員は、そんな状態で数週間ここに隠れていたみたいだ。船員にとって、日記を書くことが、唯一の精神を保つ術だったのだ。なんだこの匂いは。奥の部屋から漏れているのか。先へ進まぬのか。ここは厨房か。大きな鍋だ。大勢の船員のためにここで料理が作られていたのだろう。ん？調理台にメモが貼ってある。ライス大盛り、ピーマン、船員ごとの要望が書かれてるみたいだな。料理の好き嫌いが許されるとは贅沢なものだ。そういえば以前喧嘩夫婦の家で出された料理も思考が偏っていたな。ああ、リンゴ尽くしだったな。旦那さんを見つけたら今度は俺たちが家に招待しないと。そうだな。この床。あっ、おい、無事か。ああ、なんとか大丈夫だ。ここは暗くて何も見えないな。おまけにひどい匂いだ。どうやら船底まで落ちてしまったようだぞ。落ちた時にランタンをなくしたみたいだ。どこかに落ちてないか探してみよう。
好的，顾贝，刚才酒过头了，所以，あれは？所以刚才上面那个苹果没有捡到，应该是没有关系的。シロ、よかった、ランタンがあったぞ。ようやくか。喜んでいないで、さっさと点火するのだ。この死体は町の者たちと喧嘩夫婦の、そんな、嘘だ嘘だ、どうしてどうしてあの人が、町のみんなが、くそ、しっかりしろ。カイネが感じた気配、おそらく町の者たちを殺した犯人はこの奥にいる。ああ、絶対に許さない。もう見るな。もう見るな。お二人とも、エミール、カイネも船内に戻ってきたんだな。はい、壁の穴から中に入りました。下の真っ暗な階から物音がしたので心配してたんですよ。すまなかった。カイネの方はもう大丈夫なのか？ああ、少しはマシになった。世話をかけたな。そうか、本当に良かったよ。今度はお二人の元気がないようですけど、何かあったんですか？ところで、カイネ、お前が感じていた気配だが。ちょうどこの上の階からだ。やはりな。先に進むしかなさそうだ。顔色が悪いですよ。どうかしましたか？一人で抱え込まないでください。落ち着いたら何でも話してくださいね。エミール、ありがとう。カイネさんもまだ本調子ではないみたいです。すぐに追いつきますから先に進んでください。カイネさんもまだ本調子ではないみたいです。すぐに追いつきますから先に進んでください。船の中で収穫はあったのか？実は町の人たちが何人も。そうか、クソ。上の階から嫌な気配がする。気をつけろ。
戻るのか。気が進まぬが。隔壁的那一个门是开的，那时候掉下来的时候我记得没有开，过不去了，难受。丸められた紙が何個も捨ててある。これは手紙か？どれも同じ文字が書き綴られているようだが、字が汚くて読めない。手紙のようだが、字が汚くて読めぬな。どんどん匂いが強くなってるな。気分はどうだ、カイネ。いいはずがないだろう。ここが最後の部屋だ。町の者たちを殺した犯人がこの中にいるかもしれない。心して進める。この子は船の入り口で見た。待て。死体の転がる船の中に女の子。何かがおかしいぞ。こいつ。この魔物はやばい代物だな。この圧迫感ですら奴の吐息程度でしかないんだ。盛り上がってきたじゃないか。ええ、まさかカイネが感じていた気配はこの子が。あれ、君は久しぶりだね。配達員さん、ここで何を。ああ、実は最近この船に通っているんだ。その女の子はこのナンパした船に乗っていたみたいでね。外に出られるようになるまで世話をしていたんだよ。そうだ、そこのあなた。つかぬことを伺いますが、その子が出血しているようで。包帯を持ってきたのはいいんですが、その女性の月のものの処置はどのようにすれば。すみませんでした。あまりに失礼でしたね。そいつに近づくな。そいつは。エミール、こっちは何とかする。どうにかして外へ出ろ。あやつらなら大丈夫だ。一旦引くぞ。船が崩れるぞ。早く外へ出るのだ。分かってる、急ごう。魔物、くそ、邪魔だ。あの穴から外に出られそうだ。
人ともよかった、無事だったんだ。はい、でも配達員さんがまだ中に。ああ、助けに行かないと。この日差しであればあの魔物も追ってはこれまい。今のうちに体勢を整えるぞ。バカな。確かに奴の体は光で焼かれておる。しかしそれを上回る速度で再生しているのだ。この光、何か来るぞ、対しろ。これは歌か。まるで人間の真似事じゃないか。何を吹き込まれたか知らないが、俺たちを空気満々みたいだな。触手を狙うのだ。止まるな、もう一本も切り刻むぞ。やったか。なんだ、あの大きさは。おお、
を回復しただと。波の攻撃ではすぐに回復されるぞ。おい、砂浜にさっきの男が倒れてやがる。奴はあの魔物の恩人だ。人質に使えそうだな。うるさい、人間に刃を向ける気はない。体の一部を槍に変えて撃ってくるの。死ぬことになるぞ。クソッタレが。槍の数が増えておるぞ。分かってる。だけど、くそ。いかん、このままでは。こっちを見ろ。こいつはお前の大事な人なんだろう。攻撃を受けてまだ倒れぬというのか。やだ、僕怖いです。やつが魔力を集中し始めたぞ。攻撃を止める手立てはないのか。何してる。殺されるぞ。この人たちに手を出すな。ずっと騙していたのか。化け物め。魔物の動きが止まってる。奴の魔力の中心、
頭部を魔法で貫くのだ。なんか嫌いだ。ありがとう。おかげで助かったよ。君たちには世話になったからな。かくまうぐらいお安いご用さ。本当にすまなかった。町の人たちが何人も魔物に食われて、その犯人の世話を私がずっとしていたなんて。貴様が気に病む必要はない。全部魔物が悪いのだ。そうだといいんだがな。そろそろ俺たちは行くよ。まだ報告しないといけない人がいるんだ。そうか。じゃあな。また君にも手紙を届けるよ。世話になったな。夫は見つかったの？それはどうして答えないの？ねえ、無事だって言ってよ。まさかあの人はもう。旦那さんは町から出て行ったみたいです。それは私に愛想が尽きたってこと？私と喧嘩ばっかりだったから。ごめんなさい、ごめんなさい。喧嘩するのが好きだったのよ。通じ合ってるって思えて、それだけで私は幸せだったのに。そう思っていたのは私だけだったの？あの夫婦の喧嘩ももう聞けぬと思うと寂しく感じるものだな。ああ、俺がもっと早く探していれば。くそ、気負いすぎるな。お前はよくやった。今入るのはやめておこう。
の町はこれから。なんだこれ。手紙。あいつが配達員に宛てたものだ。汚い字だな、おい。手本を見て必死になぞったんだろう。なんて書いてあるんだ。そろそろあいつも起きる頃だろう。行くぞ。カイネ、一つ聞いていいか。なんだ。海の魔物との戦いで魔物を脅迫してただろう。あの魔物が配達員のことを守ってるって、どうして分かったんだ。さあな、なんとなくそう思っただけだ。そうか。 OK、 跑完了云公主的故事了。在开内就是站在这边把那张纸给湿了，走不到长海了。我真的好喜欢他这一段，尤其是他那个他的那首歌，他就是怎么说啊，听着不自觉就能感同身受的那种感觉。很高兴他们有加入这一段，真的超喜欢。就我现在要干嘛？我回去波波拉小镇那里。那这一次呢，我们其实刚才在打完之后呢，会发现还是没有办法打赢路易斯，我们直接就 game over， 也不是算 game over 啦，就是剧情强制让他死亡。但是玩家没办法打的，所以要等到第三次的时候呢，才有后续的部分。那为什么要回来呢？我上次不是说那个王母日记的问题吗？他说对面好像船と一緒に何人も。对面那边到底有没有？对啊，这样看是没有的，所以是那个日记里面多出来的一个区域。那这个大海茫茫，怎么可能中间会有一个码头？太奇妙了。壮絶な喧嘩が。再来这次也都看得到无物的心声嘛。啊，不管是前面的 P 三上他们啊，还是这次的录音师，其实他们内心都只是有一个小小的心愿。只是希望能跟他跟他喜欢的人待在一起吧，但是在这个世界是没办法容忍魔物，因为有我们的主角会来杀魔物，所以他们想活也都活不了。打下去。其实好像还有文字，我还没有收集到，而且这只不好刷，常常都不太会出现，很讨厌。没有，没有办法啦。而且我忘记啊，因为我不是把难易度调回来吗？那 Emilio 跟 Kenny 他会。开始自动打人了，一起把它调回来。那现在的话，我们先去找波波拉，找完之后呢，就要结束今天的时空了，因为下一次就要前往面具城啊。
们又要面对那个悲伤的婚礼。真的蛮奇妙的，我在玩巨动人的时候都会忘记讲感想，但是玩人工生命的时候就会记得马上讲。其实这两款游戏啊，我比较真的比较喜欢人工生命的剧情，就是真的很让人伤心，而且就是前面说的能感同身受啊，加上他的这些主题曲啊。因为大家其实也有发现悸动人心的一些音乐都是从人工生命再移植过去然后再改编这样子，所以如果先前有 玩过人工生命的朋友玩到悸动人心的时候 感触都会特别的深。船頭さんが亡くなられて海岸に魔物が出るなんて大変だったわね。船頭の彼はよく夫婦喧嘩の話をしながら笑っていたわ。奥さんのことを大切にしている誠実な人だったのに。彼のことはすごく悲しいけれど、あなたが無事でよかったわ。そうだ、ポポルよ。魔王の城の鍵については何か分かったのか？暗号の解読は進めているのだけど、行き詰まってしまって。中世のケルベロスは、もしかしたら犬のことかもしれないけれど、そんな変わった犬は見かけたことはないし。ポポルさんにも分からないなんて、相当複雑な暗号なんだな。でも、鍵とポポルさんだけが頼りなんだ。お願いします。わかったわ。そうそう、通りがかりに見かけたんだけど、ポストに手紙が届いているみたいよ。見てきます。ありがとう。解読は進めておくから安心して。それと、船頭の彼が休んでいたから別の人を手配しておいたの。船は変わらず使えるようにお願いしておくわね。わかりました。誰かを失ったとしても、この世界は無慈悲に回り続けるのだな。先玩到这里啦，下一次呢就是要前往魅巨城，那记得，我怕我下次又忘记，先去看一下形象，因为他有交代我一定要先回去看一下形象。好，那我们今天就先玩到这边，我们下一集再见咯，大家拜拜。